はい、どうもです。はい、どうも高田です、今回はですね、はい、首肩こりリリースしてみた。リリースしてみた。すいません、ちょっとタイトルが雑になっちゃいましたけども、はい、まあ、KingoTV ではね、質問を、まあ、LINE を通してだったりとか、うん、まあ、ワンナップアカデミー生からいただいた質問とかにも答えていくという、はいはい、視聴者の声を大事にしている、はい、そういうチャンネルでございます。再生回数とか気にせず、そうですね、たまには出したい。まあ、伸ばそうなんだらもっと伸ばせますもんね。そうっす。振り切ればね。振り切れば。そこじゃないと。はい。はい、真実をお伝えしていくチャンネルでございますけども、はい、まあ、首肩こりってなった時にもちろんその権利原則を抑えてやっていかないと、うんうんうん、まあ、すぐ元に戻るじゃないですか。そうですね。とはいえです、ね、とはいえ、とはいえ総保険上部とか、うん、社会保険、はい、行政の保険あたりなんかをそれをしっかりリリースできるっていうのも、うん、大事ですよね。お、一時的ではあれ軽くなるっていうすごい、そのクライアントさんにとって、いいことかな。いいことで、まあ、その上でちゃんと説明をしてあげればまた通おうと思いますし、そうですね、もう本当にどうしようもない時に、はあ、もうちょっと、はあ、助けて、助けて、この山さんって、はい、存在になるのが、ね、嬉しいことになりますから、うん、しっかりそこのリリースをやっていこう。 OK です。なんかポイントあります？ポイントですか、はい、そうですね、さっき言ったように要はその首の筋って呼吸補助筋なので、呼吸が乱れてるとか体幹部の安定性が低いと過剰に働いたりするので、まあ、原理原則というとそこなんですよ、はい、まずここ呼吸を正すとか、はい、体幹部の安定性を高めることで二次的に落ちてくるんですよね、はい、だからやっぱりその凝りがひどいですとか、はい、いう人は結構いるので、まあ、首にアプローチするっていうのもありかなと思います。で、まあ、筋が張るっていうのは基本こう神経なんですよね。神経が圧迫されてたりとか神経の刺激が強くて緊張していることがあるので、まあ、そこに対してどうアプローチできるか大事です。だからその筋に対して揉みほぐすようなことをやってもまた戻るので、まあ、根本で言うとそういうところ な,、はい、なので例えばカイロプラクティックの方っていうのはそこじゃないですか、はい、要は全ては脊柱が出てる神経が問題なので、うん、そこに対してアプローチがあるんです。なるほど、うん、なんで僕らもやることは一緒なんですよ。主義が違うわけ。主義違う、うん、なので、まあ、その神経の圧迫とかを取っていくっていうのもお伝えしようかな。ボキボキ言わせないけど、そう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 、はい、はいはい、なので早速やっていきたいと思いますが、チャンネル登録高評価よろしくお願いします、はい、それでは早速やっていきましょう。はい、動画の途中なんですけども、はい、告知をさせてください。3月2日にウェビナー開催決まりました。久しぶりのウェビナーなんですけども、うん、題材は今回はコレクティブエクササイズの、まあ、評価から実践までというのをやっています。ね、最近は主義のウェビナーが多かったので、はい、なるべくこうパーソナルトレーナーの人たちも現場で使える、そうですね、効果とか、うん、見立て、そうですね、でどういうふうにエクササイズをしていくかというところをもっと細かく、そうですね、過去にも一緒コレクティブエクササイズをやっているんですけど、うん、そちらもすごく好評で、またさらに出し合いました。まあ、実技を多めにやることをするようになりますので、まあ、詳細はあの概要欄のところにありますので、ぜひご覧ください。またその翌日にはワンナップアカデミー生限定現地講習会現地講習会と思いますので、はい、こちらも大変お得な、はい、セミナーになっています、はい、ちなみにあのウェビナーもワンナップアカデミー生は非常に割引ですごいですね受けられますので、はい、ぜひワンナップアカデミーも検討していただきたいなと思います。それでは次の動画をご覧ください。どうぞ。はい、じゃあやっていきます。まあ最初首の痛みをチェックしていきます。はい、強酸で頭痛筋とか尺八筋ももちろんあるんですけど、この後方ね、盤状筋とかを触っていきます。痛いっす。これ痛いですか？痛いっす。はい、息できないです息できないですで、両サイドから触ると、はい、頸椎の状態が分かるじゃないですか、はい、右と左から触って右の方がこう出っ張りを感じるんであれば、例えば頸椎がこう右にずれる可能性がありますよね、はい、で後ろを触ってみると極突起が右向いてれば頸椎っていうのは左を向いてるわけです。左に回転してるわけでしょ、はい、でそれを触っていきます。なんでこう横からまず触って大体 これ痛いですよね。これ右に出っ張ってるんですよ、はい、でこの高さの頸椎触ると、はい、あ極突起ね触るとこう右にここだけ向いてるわけですよ。で大体こう2、3、4、5、まあ6番ぐらい5番6番ぐらいですねがこう右に向いてるわけですよ、はい、でこいつを例えばその回路の人だと高速で回転させることで、はい、取るっていう
ことなんですけど、僕はそれ主義はやらないので、僕の場合は結構ソフトにこう右向いてるじゃないですか。なのでこの極突起が他の極突起と同じ配列になるように頸部をこう回旋させるんですよ。で今これ他の極突起と揃ってるんで、この状態で頭の方に引っ張ると要はその筋とか周りの靭帯が配列を整えようとして伸びてくるので、これを戻した時に筋の配列が元に戻ってるんですよ。もうちょっとですね。今どうですか、痛み、痛み取れてますよね。全然痛くない。こうやってスパズム取ることができます、はい、でこう脊髄反射なので、例えば右側の頸部の神経が圧迫されると、そこの先の筋肉って結構緊張するんですよ。だから痛みが出るんですよ。だからそこを解放してあげると痛みって取れるんですよ、はい、だからかあのカイロプラクティックの方の主義ってそういうこと、はい、神経の圧迫を取ってあげるから痛みが出るんですよ。だから主義は違うけど理論は一緒です。でマイルドできるので、まあ今みたいな感じで、これ結構ね、やっぱ感覚が大事なので、はい、まあ、可能だったらこうオフラインで伝えたいところあるんで、見ても分かるんですけど、はい、まあ、こういう主義もあるよっていうのを覚えておくといいかなと思います、はいはい、これ結構取れますよね。あ、取れました、うん、でもう分かんなかったら痛いところあるじゃないですか、はい、そこね結構揉んでください、こうやって、はい、でそうすると結構取れることあるんで、分からないじゃあそうやって対処しましょう。で僕は何らかの手段でこれ伝えることができたら、あのぜひやってください、はい、これ多分ね動画じゃ分かんないですけど、ね、まあ、こういうやり方もあると。で僕と小宮さんなんでこれやらせじゃないかと思うんですけど、これ落ちるんで、はいはい、ぜひやってください。で次ね、僧帽筋と肩甲挙筋いきましょう、はい、でここら辺はこの副神経っていって脳神経の11番の神経に支配されています、はい、でそこのリリースが必要になります。で肩甲挙筋と僧帽筋のちょうどこの間のところに神経が挟まっているので、この2つの筋がリリースできれば副神経もリリースされて緊張落ちるので、痛いですね。痛い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 ですね。肩甲挙筋と僧帽筋ですね。痛い痛い痛いですよ。すごい痛い。でこれちょっとシュラップしましょう。そうそうそう。で緩めてシュラップして緩めて、ですると僧帽筋と肩甲挙筋のこう筋幅が分かるので、ここだけつまんでですね、で小宮さん右向いてください。頑張ってで戻して、はい、でそうするとこう右向くときに僧帽筋と肩甲挙筋って一緒にこうこっちに伸長されるじゃないですか。でも僕は肩甲挙筋だけをつまんでるんで、僧帽筋だけはスライドするじゃないですか。そうするとその2つの筋間の間は滑走するわけですよ。なるほど。そうするとその間っていうのはリリースされるので、スペースができると。もうちょっとやりましょうかね。こうつまんで、はい、右向きますと、右向きと左向き、どうですか。全然違う。全然違うですね。めっちゃ右向き。そうそうそう。で滑走良くなってるんで、可動域変わってますね。それからその間にある副神経というのもリリースされてるので、コリは取りやすく、神経の反射が取れるので、今実際にここも弱くなってますね。確かに、うん。っていう感じ。で、あとは、その目からの影響って結構強いじゃないですか。はい。あの頭頸部って。はい。だから、やっぱ後頭下筋がめちゃくちゃ張りやすいんですよ。なので、後頭下筋のリリースをやっていきます、はい、痛いのと痛くないのどっちですか。え、痛くないの方がいいですけど動画的には痛い方がいい。じゃあ両方やりましょう、はい、で一つ目は頭を少し持ち上げて後頭下筋の下にこう指を入れます。はい、はい、いいですよ。そうちょっとこういう感じで鍵状にして、でこのまま待つだけです。で後頭下筋群なので筋がいっぱいあるわけですよ。なんで指を動くと、ワンビー抑制がかかって、まあ、徐々に徐々に緩んでいきます。大体ね、1分から90秒ぐらい。結構長いです。うん、結構長いです。要は、硬くなりすぎて、届かないですから。なんで、徐々に緩んでくるのを待つ。緩んでくると、さらに奥が緩むので、それを待つって感じでやるので、まあ、1分から90秒ぐらい待ってあげると、リリースできるかな。どんどん指が入っていく感じ。そう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 。どんどん指が入っていく感じが分かると思います。って感じで、こう、緩める。で もうめちゃくちゃ硬くて緩まない人いるじゃないですか、はい、そういう方は横向き少し斜め下を向けて後頭下筋が正面天井向くようにしましょう。で肩を反対の手で下方に引きます。で表面が張るの で反対の肘を使って後頭下筋を力で言うとこうこうこういう感じ優しく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 行きますよ。
こういう感じでリリースをしていきます。これね、痛いんですけど、痛いよ。そういう硬い人にはすごく有効です。痛いよ、はい、やった後結構こうね視界が広がるような感じするんで、目の前が明るくなる。そう、やっぱ完成疲労と高度化聞いて、はい、リンクするんで、はい、こういう感じ。ちょっとこれ最後の痛いですけど、ぜひやってみてください。やってみてください、はい、ただ多分ね、今回の動画だとこれ分かりにくいところなんですよ、はい、健康 TV では、はい、ワンダップアカデミーってやってて、はい、その中でフラインセミナーってやってます、ね、やってますので、はい、そちらでぜひ、はい、ある方はぜひ見てください。お願いします。ぜひこの体験をした方がいいです。はい、はいはい、というわけで、はい、首肩周りの筋のリリース、うん、で調子いいですか。いやもう、もう右がいいっすよ。なのでもう最後のちょっと余韻が、余韻がね、大好き、余韻がすごいっす、はい、無理にしないでください。信頼関係ね、はい、はい、大事なんで。というわけで、まあこういうちょっとこうマッサージですか、ね、うんうんうん、っていうのもね、ニーズがあれば今後紹介していきたいなと。でもマッサージじゃないですか。マッサージじゃないんですよ、都合腕テクニック、そうそう、神業テクニック、ぜひコメント欄の方に記載してもらえればなと思います、はい、それではまた次回お会いしましょう。